ありがとう。作家の本田健です。今回は楽しいお金を呼び込むアファメーション3選という話をしたいと思います。あなたは楽しいお金というふうな言葉を聞いてどう思いますか？世の中にはあなたを楽しくさせるお金と、なんとなく苦しい気分にさせるお金があると思います。楽しいお金、僕は英語でこのお金をハッピーマネーというふうに呼んでますが、このお金ですね、あなたが楽しいことをしてもらったお金、そして誰かを喜ばせた時に入ってくるお金、これをハッピーマネーというふうに呼んでいます。逆にアンハッピーマネー、これを苦しいお金というふうに呼んでますけど、例えば、いやいややってる仕事、そして、本当は心が沿わないんだけども、仕事、生活のためにやってるような、そういった活動からですね、もらってるお金、あるいは、車両とか、もういやいや別れた奥さんに毎月送ってるお金、こういったのが苦しいお金というふうに、今僕は呼んでいます。さあ、そしてこの楽しいお金の特徴という話なんですけど、楽しいお金っていうのは、それを受け取った時に、もう、自然と笑顔が、こうなんかこぼれてくるような、そんなお金です。金額は特に関係ないと思います。例えば、おじいちゃんおばあちゃんから久しぶりに手紙が届いて、そして開けてみたらお誕生日おめでとう、千円札が入っていて、これで何でも好きなもの買ってって書いてあって、お年玉でも小学校1年生でも最近1万もらってるよおじいちゃんみたいな。でもそのおじいちゃんおばあちゃんの気持ちが嬉しい。決してそんなんすごく豊かではないおじいちゃんおばあちゃんからちゃんと誕生日のそのカードと、それから1000円が入っていた。このお金がハッピーマネーなんですよね。あるいは、小学生ぐらいの子がですね、お母さんの母の日に自分のお小遣いで買ったそのカーネーション、母の日のカーネーション。これはですね、ハッピーマネーです。あなたが何かいい仕事をやって、そしてクライアントが本当にありがとうございましたっていうふうに払ってくれるお金。あなたがレストランですごいご飯美味しかったです。楽しい時間をありがとうございます。あるいは本当に欲しかった商品、それを、がですね、届いて、そしてお店に行って取り置きしてもらって、開けたら、うわ、これ、もうすごい楽しみにしてたんです。ありがとうございます。って言って払うお金。こういったものがハッピーマネー。あなたにとっての楽しいお金です。一方で、苦しいお金の特徴。これはわざわざ説明するまでもないかもしれませんが、あなたの人生実は結構流れているかもしれません。あなたはお給料が入った時にどんな気分になりますか？なんかめちゃくちゃ頑張ってやったそのなんか代償として、なんか慰謝料のようにお金をもらってたとしたら、それは苦しいお金になっているかもしれません。そして税金とか公共料金の支払いとか、そういった時にですね、なんか身をこうごそっともぎ取られるみたいな、そういう時にですね、よくお金を取られたとか、関西なんかではやられたとか、3000円もやられたみたいな、そういうふうな、こう、表現ってしませんか？そういった意味では、例えば、5000円取られたとか、別に追いはぎにあったわけじゃないのに、5000円もぼられたとか、そういうふうな時にですね、本当は払いたくないお金を払っている。これが苦しいお金だというふうに思います。そういった意味では、お金っていうものは、苦しいものにも楽しいものにもなる。これがですね、このお金の面白いところかなというふうに思います。というわけで、いよいよ本題ですが、あなたがもしお金を楽しいもの、そして嬉しいものとして捉えるなら、これからお話しする3つ、これをですね、ぜひあなたの人生で試してみていただきたいと思います。今度お金が入ってきたり、お金が出るときに何て言うかっていうと、お金って楽しいっていうふうに言えるかどうか。これはですね、実際やってみるとちょっと恥ずかしいです。なので、僕はもう恥ずかしいついでに、お金が入ってきた時に、ハッピーマネーダンスっていうのを密かに踊ります。例えばね、メールで、この間もロシアから印税が、まあ結構な金額、普通の人の月給ぐらいの金額が入ってきて、そして、ロシアでまた本が売れてますよっていう嬉しいお知らせがありました。そしてその入金が、こう、口座にありましたよっていうふうに言ったら、僕の中で、ディンディンディン、ディンディンディン、ハッピーマネー、カミングイン、お金がやってきたっていうふうに言って、お金楽しい、お金楽しいって一人で踊ります。で、そうやってお金って楽しいな。なぜかというと、もちろん僕が好きなもの、ひょっとしたらモンブランのペンを買うかもしれないし、何か誰かにご馳走してあげるかもしれないし、まあ家族でご飯に行くかもしれないし、大好きな人に何か誕生日プレゼントを贈るかもしれないし、あるいはですね、カンボジアの孤児院に何かおやつを送ってあげるかもしれないし、あるいは小学校のですね、新しい校舎を建てたいっていうフリースクール、そのなんかフリースクールの方にお金を送るかもしれないし、僕にとっては入ってきたお金っていうものは誰かの幸せのために使うっていうふうに決めてます。そういう意味ではですね、この入ってきたお金、これって楽しいなっていうふうに思って、お金が入ってきて、そしてお金が出る時も楽しいっていうふうに言うようにしてます。まあこれは僕は口に出して大きい声で言えませんけども、お金を払うときにいつも言ってるのは、あ、お金があってよかったなっていうふうに言います。これは安いものを買うときでも高いものを買うときでも一緒です。例えば100均でこの間もガムテープを3つぐらい買って、そして、ああ、このガムテープを買うお金があってよかったな、お金って楽しいなって、100均で言う人は多分あんまりいないと思いますけど、そういうふうに言ったり、あるいはある程度高いものを買ったときも、ああ、お金があってよかった、こんな楽しい思いもできるもんね、ということで、お金、楽しい。これをですね、できるだけ日常生活に言うようにしてます。これ例えばスーパーで買うような普通の日常生活のもの、コンビニでミネラルウォーターを買う。この時もですね、お金って楽しいなっていうふうにしています。二つ目。ちょっとこれ、だんだんハードルが高くなってくると思いますが、お金っていいねって、お金いいね。Facebook のいいねを押すみたいな感じで、お金いいねっていうのをですね、ぜひアファメーションとして使ってみてください。例えばお金に対する不安が出てきた時っていうのは、あなたが未来の豊かな自分を信頼できない時にそういう不安っていうのが出てきます。なのでそういった時にお金っていいねっていうふうに、こう Facebook でクリックしていいねっていうふうに押す感じでお金のことが楽しい、お金いいね。このアファメーションは僕は1日何回も言います。誰かに対して何か援助することができたら、お金って楽しいね、お金っていいねというふうにしてクリックボタンを押します。例えば、この間も10万円寄付したことがあるんですけども、10万円寄付することができるってことは、その分だけ余裕があったってことですよね。それも1箇所じゃなくて何箇所にもそれを毎月、あるいは毎週のようにいろんなところに寄付できる豊かさがあるっていうのは、とても楽しい。自分自身に対する買い物は、まあ50代に入ってからそんなに楽しめなくなった感じはしますけども、けれども誰かに対してお金を使うっていうのは僕の中で3倍ぐらい楽しい感じがします。なので、誰かに何かを買ってあげる、そういうふうな喜び、それを感じるためにお金いいね、ディンディンって言って僕はクリックするような感じで言ってます。あなたももしお金の不安が出てきた時には逆にお金っていいねっていうふうに言ってみてください。これによって今までの不安っていうのを帳消しにすることもできるかもしれませんし、お金の楽しい側面、これにですね、フォーカスできると思います。さあ、そして3番目。いよいよちょっとこれハードル高いですよ。これはアファメーションとしては最もパワフルですが、最も恥ずかしくて多分これは人前では言えないんじゃないでしょうか。3つ目のアファメーションは、ダラ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 、ボン。お金大好きってやつです。さあ、関西人以外の人は、これは言うの恥ずかしいかもしれませんよ。これね、僕何人もの人に言わせたことあるんですよ。200人のセミナーの前で、あるいはまあ4、50人の小さなセミナーでですね、そのお金の抵抗があるんです、ブロックがあるんですっていう人に、OK、じゃあこれ言ってみて。お金大好きっていうふうにとほとんどの人たちがドン引きするんですよね。ってそんなこと言えません。じゃあ、例えば、あなたが好きな食べ物って何ですか？例えばショートケーキとか、僕だったらメロンが好きなんですけど、そういう時にですね、ショートケーキ大好き、これを言えるんですよ。例えば、その、韓流スターの誰々が好きだとか、あるいは AKB の誰々が好きだ。もうそういう時はもう、もう 100% の感情で、何々君大好きって結構言えるんですよね。じゃあ OK。次に、お金大好きって言ってみてって言って、いや、そんなん言えませんよ。なぜ？いや、そんななんかそう恥ずかしいし、なんかちょっと、なんかやらしい。お金大好きって言ったらなんか、もうすごい極悪非道人というか、こう、浅ましいというか、恥知らずというか、そんな感じに感じるんです。だからあなたは金持ちじゃないんですよって話をしてます。お金持ちの人たちっていうのは、お金大好きですかって言ったら、もちろん大好きですよって普通に言える人たちです。けれども、貧乏してる人とかお金に困ってる人は、お金好きですか？いやいや、そんなことないですよって言って、お金を否定するんですよね。なのでお金を見たときに、あ、大好き、お金やった、お金が来たっていうふうに、可愛く、そして、オープンに素直に、こう、両手を持ってお金のことを迎え入れられるような人。この人が豊かになるんですよね。なので、ぜひ一緒にやってみましょう。せーの、お金大好きさあ、言ってみたら、うわーって恥ずかしくなったりとか、なんか顔が熱くなったりとか、なんか全身鳥肌みたいになる人もいるかもしれませんし、そのお金大好きって言った時のなんか気持ち悪さ、これはぜひ何回かやっていくうちに、ぜひ手放してください。じゃあもう一回行きましょうか。お金大好き。どうでしょうか。これね、10回ぐらいやってみてください。そしてできたら鏡の前で。これをやることによって、あなたはお金に対する抵抗感、お金が入ってきた時に、やったーって。で、そしてもう純粋に、これ100円でも100万円でも、ディンディンディン、ディンディンディン、ハッピーマネーカミングイン、お金がやってきた、やったーっていう僕の一連のやつ。そうするとね、僕の感覚では、なんかお金の天使がいっぱい集まってきて、なんか面白いおっさんが踊ってる。もう一遍ちょっとお金送ってみようっていう気持ちになってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので深夜メールが来た時とか、朝メールが来た時とか、電車で、あんまりまあ電車乗りませんけど、電車で、そのメールが来たら、僕小さくこうやって踊ってるんですよね。で、そういうのを見て、自分ですごくおかしい。そしてお金大好き。お金いいね。お金楽しいな。この3つをぜひ日常的に、口に出すのはちょっとはばかられると思いますが、無口のまま、うん、お金大好き。お金、うん、楽しい。これをですね、心の中で言っていただければいいと思います。そして練習ができるようになったら、誰かですね、お金をもらうときには、ありがとうございます。お金って素晴らしいですね。って言ったりとか、お金を払って、いやー、これ払うお金があってよかったって言って冗談っぽく言う。こういうことができるようになったら、あなたはお金のマスターになっていけます。ぜひ、この楽しいアファメーションを使いながら、お金に対する抵抗感を手放してください。さあ、これからですね、コメント欄にはあなたの大好きなアファメーション、これもよかったらシェアしてください。お金に関して、これはいいなっていうふうに思うもの、お金を喜んで受け取りますとか、お金って最高とか、あなたがいいなと思うアファメーションをよかったらコメント欄にシェアしてください。そして、思いつかない方はお金楽しい、お金大好き、お金いいね、びっくりマーク3つぐらい書いていただくと、お金に対するブロックがだいぶ解けていくと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういう風なプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。